購入していただいたキャッチザウェーブ、まあ、ファイルの方をね、この MT5 の取り込んでいくっていう方法を解説していきます。導入と同時にもう波形が自動で描かれて、でこの波形をもとに水平線が自動表示されます。このキャッチザウェーブ、これをこうチャートに持っていくと、ドラッグアンドドロップね、でチャートの上に持ってくるとこういった表示になります。でさらに優秀なのがここね、例えば最高値を作ったこの起点となる水準を実体で抜けた後に水平線が消えてます。もう今後そんなに機能しないであろう水平線っていうのは自動で消してくれるんですよ。ここが最高値になって、でその最高値の起点になる部分、これ水平線しっかり引かれてます。でこの中で何度かねこう上昇下降を繰り返してるけど、僕の概念で言うとこれは山本翔です。今回の動画では、今回ね作成したインジケーターツールキャッチザウェーブ、このチャートのジグザグに対して僕のロジックをもとに自動で波形を捉えて、そこに対して自動で水平線を引いていくっていうツールを作成しました。本来だったらこういった感じでね、これいつも動画で使ってる DMM のチャートツールなんですけど、このチャートをもとにこうね波形を描いて、これに対して水平線を引いていくっていう作業をして、こういった環境認識から入っていたんですけど、ここまでの作業を自動化し、さらにね、その人間の目で見るよりもロジック通りに波形を描き水平線を引いてくれるので、誰が使っても同じところに波形を描き同じ起点終点に水平線を引くっていうツールが完成しました。なので実際にね見てもらいましょう。やっぱ僕のね動画を見てくれている方、やっぱこっちの色に慣れてる方が多いので、まあ、まずはこれに寄せていく。一応ね MT5 を初めて使う方もいると思うので、ここのね色の変更の仕方をまずは解説していきます。このチャート上で右クリックをします。で一番下のプロパティで、プロパティでこの背景の色だったりローソク足の色っていうのを変えていけるんですよ。これ DMM だと変えれないんですけど、で上昇バー、こっちでいう赤色のローソク足、これがレッド、上昇ローソク足、これもね同じ色にします。次この下降バー、下降バーが確かねこの色に近いと思うんですよ。ドチャーブルーっていうのかな。で同じくこの格好のローソク足も同じ色にします。するといつも見慣れてるチャートに近づいてきますよね。背景を、まあ、今ブラックになってるんですけど、少しグレー寄りにしていく。カスタムで、まあ、近い色でいいんですけど、カスタムで、まあ、この色にね近い色を見つけて、で色の追加かなり近づいたと思います。でグリッドのサイズはちょっと変えれないので、色を少しね暗くしてあげる。今この明るい色だけど少し暗くしてあげることで目立たなくなるかなと。はい、で OK を押すと反映されて、まあ、普段見てるねこっちのチャートに近づいてきたと思います。ここからが本題。購入していただいたキャッチザウェーブ、まあ、ファイルの方をねこの MT5 の方に取り込んでいくっていう方法を解説して購入された方には、購入決済後に、まあ、メールが行ってると思います。メールが行ってて、そのメールに添付してあるリンク、まあ、ギガファイル便って言って、まあ、ファイルデータをダウンロードしてもらうためのギガファイル便のリンクを貼っておくので、ギガファイル便、まあ、リンクを開いていただくと、こういった画面になります。ここから取得していただきます。ちょっとここのファイル名とかは変わってくるんですけど、でこれをまずダウンロードする。これとブラウザが Google Chrome だったらとダウンロードしたデータがここに入ります。次にこの MT5 のファイルを押す。ファイルからデータフォルダーを開く。するとこういった画面が出てくるので、この中でこれ真ん中の方にある MQL5、 これをクリックします。次にちょっとね英語で読みにくいんですけど、インジケーターって書いてあるやつ、これを押す。で今もう入った状態になってるんですけど、ここまで開いたらさっきの画面、ダウンロードした画面、ここからドラッグして持っていく。今入ってるから一旦置き換えちゃいますね。でこれで MT5 のこのトレードソフトの中にこのキャッチザウェーブ、今回提供するインジケーターのファイルが取り込まれました。ここまで入れると一旦閉じてもらって、で次ねこのナビゲーター、ここに出てなかったらこの表示からナビゲーターを選んでナビゲーターを出す。でここからが大事で、この左側このナビゲーターのところにさっきね取り込んだファイルが入ってくるんですけど、すぐには出てこないんですよ。更新をする、もしくは簡単なのがもう一回閉じちゃう。一回閉じて最後ね、この MT5 を開く。すると、まあ、ここに出てるの分かります。
これね。で、ここのファイル名はダウンロードしたタイミングで変えれるんで、まあ、自分でね、わかりやすいファイル名にすればいいと思います。一応、キャッチザウェーブっていうワードは残しておくとわかりやすいかなと。で、このキャッチザウェーブ、これをこうチャートに乗っける。ドラッグ&ドロップね。で、チャートの上に持ってくると、こういった表示になります。まあ、これはちょっとプロトタイプなんですけど、実際提供するものは、まあ、本番用になります。で、全通貨版って書いてあるけど、全通貨とドル円、ファイルは一緒です。認証のシステムの方で、自動でドル円のみの方はドル円の制限がかかるので、ここは全てファイルが一緒です。で、 SYT 僕とプログラマーの方と一緒にね、制作を手伝ってくれた3人で作ってるので、その頭文字を取って SYT です。僕がプロデュースしているインジケーターになります。で、ここから大事なところです。このチャートにこのキャッチザウェーブ、僕のインジケーターを表示させるためには、まずこのインプットを押す。そしてここにメールアドレスを入れる。これは購入時に申請したメールアドレス、大文字小文字、一文字も間違いなく必ず入力してください。このメールアドレスと電話番号と、あと今あなたが使っている FX の口座の口座番号、この口座番号は自動で拾って、認証するんですけど、この3つですね。メールアドレス、電話番号、口座番号。この1つでも違ってたら使えないんですよ。認証されないのでエラーになります。だから、ここ必ず間違いのないように入力してください。で、認証されない場合は、購入時に登録したメールアドレスと電話番号、そして口座番号、違ってるっていうことなので、必ずねここ確認をして入力して次に進んでください。はい。で、メールアドレスと電話番号を入れて次に進みます。ちょっとこれねプロトタイプなんで入力内容違うんですけど、ここ必ず間違えずに入力してください。で、次に大事な作業が、これ自動で認証作業を、まあ、定期的に行っている、このチャートツールをね立ち上げた時に自動的に認証作業を行って、で、入力してもらった内容とサーバー側で登録している内容が一致すれば認証されて、これが表示されるっていう仕組みになっているので、まずツールを押す。そして次にオプションするとこの画面が表示されるので、今もうチェック入ってるんですけど、ここね、この DLL の使用を許可する、これにチェックを入れた状態で OK を押します。これで通信が自動でされるようになるので、これで認証をね自動で行ってくれます。はい。こんな感じで導入と同時にもう波形が自動で描かれて、で、この波形をもとに水平線が自動表示されます。これ優秀なのが、目線の上下を色分けでパッと分かるようになってるんですよ。例えばここで言うと、ちょっと手前からこう上がってきて、ここで目線が上になった、この最高値を作った起点を下に抜けたところで、ここから目線が下っていう概念ですよね。更新していくたびに水平線が変わっていく。で、これもロウソク足のヒゲの先端をロウソク足の実体ベースで更新して、やっと更新したっていう風に見ていくんですよ。それくらい優秀なツールです。で、次ここが最安値になった、で、最安値を作った起点がここ、で、これを上に抜けてるから、ここは目線が上に切り替わってる。で、次ね、ここが最高値になって、で、その最高値の起点になる部分、これ水平線しっかり引かれてますよね。で、この中で何度かねこう上昇下降を繰り返してるけど、僕の概念で言うと、これはこの値幅の中でのレンジっていう風に見てます。なんでこう変わってないんですよね、目線。そのことからもしっかりしたトレンドも出ずに方向感のない相場になってるのが分かると思います。で、ここを下にブレイクした、はい、ここね、ここから水色になってますよね。ここから目線が下に切り替わってる。で、その後の動きを見ると下降トレンドになってる。こんな感じでトレンドが出る前にいち早くその目線の転換っていうのを自動でキャッチして色を変えてくれる、波形の色を変えてくれる。で、重要なところに水平線を引いていってくれる。で、さらに優秀なのがここね、例えば最高値を作ったこの起点となる水準を実体で抜けた後に水平線が消えてます。まあ、抜けて、まあ、基本ねもう今後そんなに機能しないであろう水平線っていうのは自動で消してくれるんですよ。こことかも、まあ、この最安値の起点終点でここ何度もサポートされてますよね。で、上がってきて、で、この最安値の起点、ここも意識されてる。まあ、こんな感じでしっかり未来でね機能しやすい水平線だけを残して、不要な水平線は消していく。で、現在の目線を把
把握してくれる。プラスこれ今1時間足で見てるけど、上位足の水平線を自動表示してくれます。なので水色は4時間足の水平線、青色は日足の水平線、週足から見ていけるんですけど、ちょっとね今重たい、 PC がちょっと重たい状態だと波形と水平線表示されるまで少し時間がかかっちゃうんで、なるべくね他のアプリは閉じた状態で使ってほしいなと思います。今ねちょっと僕のパソコン動画を撮りながらやってるんで少し重たいんですけど、こんな感じで表示されます。これ僕が日頃動画でメンバーさん用に環境認識やってるドル円の週足の形一緒ですよね。こう上昇トレンドが出てて、ここまでは上昇トレンドだった。でここからねこの起点となった水準を下に抜けて目線が下になってる。なので今目線が下の状態で上試してるけど、こことここの値幅の中でほぼレンジになってる状態っていう風に話をしてたと思うんですけど、まさにねそのロジック通りに水平線が引かれてて目線も把握されてるっていう状態ですね。こんな感じで、あくまでねこのツールは波形を捉えて目線を僕のロジックで目線を見て水平線を引いてくれる、そこまでなので、その後の戦略に関しては、普段からね僕が動画で言ってる戦略を落とし込んだり、自分なりのね戦略を取り入れてトレードしたりっていう風に使ってもらえればいいかなと思います。ただねここで表示される水平線は確実ではないけどかなり機能します。これは僕の友人のトレーダー何人かにもこのツール試してもらってるんですけど、かなり高評価もらってます。その環境認識の煩わしさ、あとね人間だから引くたびに水平線を引くところ変わってくると思うんですけど、これだったらもうロジック通りに引いてくれるので、何度表示させても全く同じように表示させてくれます。ってことで、これからこのツールの方を使って、トレードの方、果敢にチャレンジしてもらえたらなと思います。じゃあ、導入からの、ざっくりとしたね、使い方の動画でした。